木野原茂明10月4日から2017年7月18日は日本の医師、医学者。医会は13味。学位は医学博士。聖路科国際病院名誉院長。上智大学日本グリーフケア研究所名誉所長。公益財団法人、笹川記念保健協力財団名誉会長。京都帝国大学医学部副主。 第2本帝国海軍軍医商尉などを経て、聖路科官房大学学長、聖路科国際病院院長、国際キリスト教大学教授、一般財団法人、聖路科国際メディカルセンター理事長、一般財団法人ライフ、プランニングセンター理事長、公益財団法人聖路科ライフサイエンス、研究所理事長などを歴任した。京都帝国大学医学部第3内科副主。 第2本帝国海軍軍医装委等を経て、聖路下官房大学学長、聖路下国際病院院長、国際キリスト教大学教授、自治医科大学客員教授、ハーバード大学客員教授、国際内科学会会長、一般財団法人、聖路下国際メディカルセンター理事長等を歴任した。日本循環期学会名誉会員となり、君に当随法書及び、 文化勲章を受賞した。京都帝国大学医学博士、トマス・ジェファーソン大学名誉博士、マックマスター大学名誉博士。専門は、内科学で、成人病と呼ばれてきた血栓によって引き起こされる、心臓病、脳卒中の予防につなげるため1970年代から、習慣病と呼び、旧厚生省はこの考えを受け入れ1996年に、 生活習慣病と解消し、その後広く受け入れられた。1995年3月に発生したオウム心理教による地下鉄サリン事件では、聖路科国際病院を解放する決断を院長として下し、外来患者の診察など通常業務を全て停止し、83歳の日野原は人頭指揮をとり、被害者640名の治療に当たった。 これができたのは、この3年前に、日野原が北欧の病院の視察からヒントを得て、日野原の発案で大災害を見越して廊下、待合室の壁面に酸素配管約2000本を設置していたことや、広いロビーや礼拝堂を設けていたからである。少年時代、母親の命を、ある医師が救ってくれたことから、医学の道を志した。日野原は日本で最初に、 人間ドックを解説、早くから予防医学の重要性を解き終末期医療の普及にも尽くすなど、長年にわたって日本の医学の発展に貢献してきた功績が文化功労者と文化勲章の受賞理由として挙げられた。従来は成人病と呼ばれていた一群の病気の名称を生活習慣病に改めたのも日野原である。2001年12月に出版した著書、 生き方紙手は120万部以上を売り上げた。聖路科国際病院名誉院長まで務めて、数多くの著書で知られ、高齢者の希望の性的存在となっていた。レオブスカーリア作の絵本、葉っぱの触れで命の旅のミュージカル化にあたっては、日野原が企画、原案に携わった。晩年の日野原は100歳を超えてスケジュールは2、3年先までいっぱいという多忙な日々を送っていた。 乗り物でのわずかな移動時間も現行執筆に使い、日々の睡眠時間は4時間半、週に一度は徹夜をするという生活だったが、96歳にして徹夜を止め、睡眠を5時間に増やしたという。命の続く限り現場に立ち続けるという信念をあくまで貫き、生前には少なくとも110歳まで現役を続けることを目標にしていると語るほどであった。 二千九年七月六日に NHK のスタジオパークからこんにちはに初出演百歳を迎えて半年を経過した二千十二年五月三十一日に二回目の出演もした二千十三年五月十五日日本中札アメリカ合衆国特命全権大シジョンルースと二千十三年五月十五日日本中札アメリカ合衆国特命全権大シジョンルース と保守思想を持ち皇室を推計していてたびたび皇室行事に招かれた日本国憲法に勤労奉仕義務を明記するよう求めていた一方で朝日新聞で執筆したのコラム95歳の私あるがままいくにおいて君が代に変わる新国家の制定も提案した名誉院長を務めていた西六家国際病院は成公会系のキリスト教教派であるが自身は 日本キリスト教団所属のキリスト教徒であった。医療行為を医師のみに行わせることを主張する。日本医師会の立場に対し、新米の医師よりも治療に精通した看護師もいるとして、医療行為を広く医療従事者に行わせることを認めるスタンスを取る。2005年に行った講演の中でアメリカの大学教授選考では、最近は年齢は不問です。つまり、 業績、仕事をやる人は年齢に関係なく教授を続けられるようになった。それに引き換え、日本では大学に定年制が引かれ、アメリカとは逆ですよ。と発言。ある時マスコミのインタビューを受けた際に、病院ではエレベーターを使わないと発言してしまったため、その後はどんなに疲れていても、講習の前ではエレベーターを使えなくなってしまったという。日野原は、 東京大空襲の際に満足な医療ができなかった経験から過剰投資ではないかという批判を抑えて大災害や戦争の際など大量被災者発生時にも機能できる病棟として広大なロビーや礼拝堂施設を備えた聖路加国際病院の新病棟を1992年に建設した。この備えの効果は1995年の地下鉄。 サリン事件の際に遺憾なく発揮され、通常時の機能に対して広大すぎると非難もされていたロビー、礼拝堂施設は緊急応急処置場として機能した。院長であった日野原の判断により、事件を直ちに当日のすべての外来受診を休診にして、被害者の受け入れを無制限に実施し、同病院は被害者治療の拠点となり、 朝のラッシュ時に起きたテロ事件でありながら、犠牲者を最小限に抑えることにつながった。この時の一部始終は、NHK のドキュメンタリー番組、プロジェクト X 挑戦者たちなどでも取り上げられている。また、危機管理評論家の笹厚之も、下毒剤のパムをすべて放出する決断をしたことを挙げて、日日の功績は国民栄誉賞ものとしている。 小学生時代、金時さんと同級生から、あだ名がつけられるほど、赤面恐怖症であった。上記の関西学院中等部の弁論部以外に、演劇、ピアノ演奏、合唱の式などで人前に出ることで克服したという。2015年10月末、左手の薬指と小指が曲がらなくなり、尺骨神経麻痺などの異常かと思い、整形外科で診察した結果、 指の筋肉に原因があり、軽くマッサージをすれば解決するものだった。この件で自身が専門にしている内科、循環器以外の病気に対して素人だったと語った。ザウの名は、ウィリアム・オスラーの医学は科学に基づくアートである。戦時中、聖露科病院は政府に、オートーア中央病院という名称に改名された。特攻警察がやってきて、スパイの権威で、 自身や同僚が取り調べられたり、患者を装って病院に出入りし、監視をしていた。十字架の高い塔は、宿直ができる小部屋にあったが、憲兵隊に押し入られた上に、塔の十字架が切り取られた。神の栄光と人類奉仕のためという病院の理念が刻まれた石碑を、見陰石の板で覆い隠さなければならなかったという。その時の国の跡が、 今でも生々しく残っていると語った。敗戦後、聖露科病院は連合国軍最高司令官総司令部に接収された。この折に、日野原は占領軍が図書館に持ち込んだアメリカの医学書や医学雑誌を読み、言及、引用されることが多かった医学博士ウィリアム・オセラーを死と仰ぐようになった。これが予防や生活習慣の改善を重視する思想につながった。 各地の高齢者に戦争を語り継ぐ活動の一環として、フォーラムの講演で一人一人が持っている命を大切に、そのためにも平和な社会を築く努力をと訴えていた。戦争と命と、聖路カ国際病院物語出版会見で、武器には武器、暴力には暴力で応じる悪循環を断ち切り、戦争ではなく、話し合いで物事を解決する根強い精神が必要。 知性こそ人間の授かった宝であると訴えた。10年以上行った命の授業においては、いじめは暴力という苦悩を訴えている上に、2015年を発売した戦争と命と聖路加国際病院物語の帯宣伝にも、戦争はいじめと同じですと明記されている。95歳の時、子供向けの書籍で争いの根っこにある苦しみの感情。 それをコントロールできるのは、自分だけである、憎い相手を許す、その勇気で戦いを終わらすことができる、知るということをもっと大事にしてくださいと書いた。アドベントが始まった2015年11月29日、多数の聴衆に命の器について語りかけた。命は私に与えられた時間です。それを何のために使うのか、もし助けを求めている者の,のために有効に使うのなら、 自分たちの生き方はこれからの時代を生きる子供たちの手本になると訴えた。1987年78歳の時から始めた命の大切さや命の器を伝えるために全国の小学校に出向き実施する命の授業は NHK 教育テレビのシリーズ授業で実施した母校の神戸シリーズ諏訪山小学校の訪問がきっかけとなり、 2016年までに全国合計200以上の小学校で実施された趣味趣味の一つにピアノがあった日野原は結核を患い闘病生活を送っていた当時ノクターンを作曲したこの曲は2008年2月17日放送の N 響アワーで日野原がゲスト出演した際池部新一郎によってごく一部ではあるが披露された2015年には 全国学校音楽コンクール課題曲、地球を包む歌声の作詞を担当した。他に、小学生の頃から同人詩などの物書きもたしなみ、筆名は、日野原重明、日野原氏、郷明。箱根駅伝やサッカー観戦を好み、2015年の、なでしこジャパンのイレブンでは、海掘り歩みの大ファンであった。おしゃれは人前に出る前のお守りの役割で、 ジャケットやネクタイを季節ごとに合わせて選んでいた。さらに長島和茂が褒めてくれたと耳にしていこう。ポケットチーフに力を入れ、出かける前に妻から数枚渡される候補の中から一つ、選択していた。試行食事は夕食をメインにしたものであった。朝食はジュースにオリーブオイルをかけて飲み、昼食は牛乳、ハイガクッキー、リンゴだけで済ませた。夕食は、 週2回は、肉、タワ、魚と少し多めに食べ、その日の体調に合わせて、食べ物を変えた。日の原いわく、集中していれば空腹にならない。1951年のアメリカ留学時に、現地支給の1月60ドルで全てを賄わければ、ならなかったが、1ドル360円の時代なので、経済的に苦しかった。そこで、仕事仲間との昼食を断り、 一人でコーラ、フライドチキン、ハンバーガーを食べていた。そのせいか、いつになっても無性にそうしたファストフードを食べたくなることがあるという一面もあった。好物は落花生と砂糖と味噌を吸って合わせる方法で母親が作ってくれたピーナッツバターを模したピーナッツ味噌とアメリカ留学時に食べたピーナッツバター付きパン。 内科部長時代の1970年3月31日、日野原は福岡で行われる日本内科学会総会へ出席のために登場した旅客機にてヨドゴーハイジャック事件に遭遇し他の乗客と共に人質となった。日本初のハイジャック事件であり、犯行グループがこの飛行機は我々がハイジャックしたと声明しても多くの日本人はハイジャックの意味を知らなかった。 その中で、日野原が手を挙げ、ハイジャックとは、飛行機を乗っ取って、乗客を人質にすることです、と説明した。機内で、犯人グループから人質に本が提供されたが、応じたのは日野原だけで、カラマーゾフの兄弟を借りたという。4日間拘束され、死も覚悟した。同乗していた虎ノ門病院院長の沖中茂雄は、高齢のため福岡で降ろされた一方、日野原は、 韓国の金浦空港で解放された。解放後は内海としての名声を求めるよりも事件以後の命を与えられたと考えるようになり、事件が人生観を変えるきっかけになったと10回していた。ありがとうございます。